キラウエアカルデラの中には、ハレマウマウカ港があり、噴火が続く。キラウエアカルデラは、アメリカが州国ハワイ州ハワイ島にある、キラウエア火山の主要カルデラで、ハレマウマウカ港を含んでいて、縦 4.7km、横 3.1km、深さ 165m の巨大なカルデラである。キラウエアカルデラは、ハワイ島にある、キラウエア火山の主要カルデラで、 縦 4.7km、横 3.1km、深さ1 6 5ルで10.7平方キロメートルの巨大なカルデラである。海抜は1 2 2 2ルにある。キラウエアカルデラはハワイへポリネシア人が移住して居住するようになる頃の1500から2000年前に段階的に形成され始めた。ハワイ居住者はハレマウマウとは異なるキラウエアという名前を 使用するようになる。その後のカルデラの形成は、16世紀と18世紀に崩壊と新たな形成へと続いた。クレーターリムロード上にあるハワイ火山観測所にある展望台からは、カルデラを見下ろすことができる。キラウエアカルデラにはいくつかのトレッキングコースがあり、以前はいくつかの道から降りて、カルデラ内をトレッキングできたが、ハレマウマウ加港の2008年の噴火以降、 トレッキングができない状態である。ハワイ火山国立公園の入り口へ入ったら、キラウエカルデラとキラウエアイキ加工の周りをめぐる、河口周辺道路で右へ曲がり、ハワイ火山観測所、ジャガー博物館があるところの展望台でよく見える。ありがとうございます。